ねえ、うーくん。ん？なんであーちゃんが今、カメラを回し始めたか、わかりますか？違います、その。これだなりか。その効果音、YouTube でよく使われる効果音っぽい音が出る楽器の話ではないです。これだなりでしょ。これよくない？ね、ビブラスラップ。的なやつだよね、なり。じゃ、ね。それなんていう楽器なの？フレクサトーンだなり。え？フレクサトーン。フレクサトーン。フレクサトーンだってなり。ちょっとまだ未熟だなりね。違くてここに物もらいができてちょっと、うん、そこにね、そこに物もらいができちゃってね、うん、最近さ、もう免疫力がさ、うんね、免疫力が破壊されてるなり、うん、かわいそうじゃない、うん、じゃない、かわいそうって話しなくてなりか、疲れてて頑張ってて偉いねって話じゃない、うん、わからない、わからないと言うんですね。まず何怒ってるの？何かに怒っている？何？まあ怒りメーターで言うと、この画面いっぱいいっぱいが満タンだとしたら、こんぐらい。おー、まだいかないね、じゃあ。じゃあ大丈夫だね。じゃあ大丈夫だね。終わりです。じゃないよ。言いたいんだよ。これ突破してなかったらもう怒ってない。あー、その指、その手、その手、その手、ん、その手がヒント。結婚指輪つけてる。その奥、奥、かさぶた。かさぶたじゃない。欲しいの？かさぶたが欲しいの？なに、かさぶた食うか。かさぶたを食うなりか。違います。わかりました。はい。あー、ここ痛いよ。そこ、おこうでね、これ昔ね、うん、昔やった傷だ ね、 ね、 ね、かっこいいね、男の勲章じゃない。これです、この時計です。うーくん、あーちゃんは、うん、もうこの3年ぐらいの時間を経て、うん、うーくんのとんでもびっくり買い物にもう何とも思わなくなってきてしまっていたんですよ。そういえばかつては、ね、うん、かつてはね、あの9万円のアタッシュケースを買ってきたことごときで、そうそうそう、ぶち切れ倒していたあやなんがいたでしょ。すごかったよね。なんで9万円のアタッシュケースで切れてた、なりか。あーちゃんはド庶民なの。あーちゃんは、ね、感覚がケチなんです。バカケチなの。ケチなんだ、なり。だから忘れてた。そういえばふつふつと、え、ムカつくって思い始めた案件がこれ、うん、この時計なんですよ。これ普通に時計でよかっただけ。うーくんのその最近のそのお金遣いのポップさが、ポップなお金遣いってどういうことだ、なに。カーテンネットワークに課金とか。あーちゃんはもっとネガティブにお金を使ってるんですよ。ネガティブなお金の使い方よりポップの方がいい、なり。もう基本的にネガティブだからさ、あーちゃん。ポジティブにめっちゃ見せて、いやー、こんな高いの買ったじゃない。いや、ダメ。うわ、こんな高いの買っちゃった、うーわーって思う。いや、待って、あーちゃん、それインスタグラムで、うん、うーくんが載せてんの見て、え、うん、って思ったの。え、確認したじゃん、一回。ちょっと確認されたけど、やばい、ちょっと待って、なんか見切れてる。この二人が、うざすぎて今、びっくりしちゃった。ごめんごめんごめん、一回ごめんね。インスタグラムになんか夢丸の誕生日記念に買ったみたいな書いてあったじゃん。あーちゃんに言った時はこれは資産になるから買ったって言ったの。買うかもしれないぐらいだったじゃん。かもしれない、うん。でももう次見た時にはインスタグラムの投稿にイエーイ買っちゃった夢丸の誕生日記念ってことで大切にしますみたいな書いてあって、じゃあそこでお金使わなかったらいつ使うのって話になり、そのだから腐れ持ちになっちゃうなりよって、はい、腐れ持ちって何？お金の持ち腐れね。腐れ持ちって何？いや、そんな怒ってないよ、もう。でも、いいのかなっていう見直し？あれ？あーちゃん、9万円のアタッシュケースで、そういえば切れてた。これ、やばいぞ。でもこれは450万か、そこらか。高すぎだろ。あ、今初めて聞いた。460万くらいです、多分。確かこれ。わからん。忘れたなり。忘れたなりじゃないよ。450から500万の間なり。皆さん、ほらいいでしょ、これ。YouTuber って、うん、ね、こうやって、あ、お金の感覚が狂ってくるんだ。ね、みんなを見てきたと思う、その過程を。あーちゃんは9万円でガタガタ言ってたのが、あれ？なんか、あーちゃんもちょっと、お金簡単に使うようになってきてね、みたいな。お金、ただの数字だなり。わかるわ。あーちゃんも、
お金を持つようになって変わった感覚とかももちろんあります。しかしね、今一度もう一度考え直そう。450万円の買い物を確かにな3分で決めた君は、あーちゃんはな、やばいよな、いいのかと思いました。うーくうーくベルトみたいで可愛いね。これね、ここが黄色のベルトメンバーカラーでこうやってる、オムライスじゃないの。ないですよ、黄色のね、このラバーのベルトって。いや確かにすごい。ここのね、あの中身がここちょっと黄色になってる。いいの？よくない。これからどうしてほしいのっていうのを言ってない。そんなことにお金を急に使うなって言ってんの。そんなことって言うな、なり。時計買ってる人全員バカにしてるなりよ。もっともっと高い時計だってありなりよ。ありなりね。それでなんか車も欲しいとか言ってるじゃないですか。そうなり。どうすんの？それを相談するね、ちゃんと。ちゃんと相談してね。うん、このまま行くともうポンポコポンポコ、歯止めが効かない状態になるんじゃないかって、あーちゃんはもう心配してる。大丈夫なり。え、なに、じゃあつけたいってこと？わかった。つけたいんでしょ？つけたいんじゃない。つけたいんじゃない。つけたいなり？ねえ、でもさ。じゃあつけてみて。いいなって思うけど、え、めっちゃいいの、ここもなんか色、ちょっと緑っしょ。ここ。ちょっと緑でしょ、なんか。え？ちょっと緑じゃない。あーちゃん、これが緑に見えるの？え、緑じゃない？完全な青じゃない？え、すごい。え、ちょっとわかんない。ちょっと検索してみてください、これ。いや、めっちゃ俺は深い青に見えるなりけど。え、なになになに、うるさいうるさいうるさい、なに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 、うるさいうるさい。え、なに、何が始まったの。呼びましたか。どうされました。怒ってくる。あ、それは、そっか、なるほどですね。なんだ、なんだ、何の件。時計買ったって。あ、なるほど、怒ってくるなりですね。それはちなみにいくら。460。え、お、勝手に買ってきた。割と勝手に買った。なりと、そいつは、まあ、1… 用語しきれてないんだね。用語しきれてないんだね。1級かな。1級で、悪い。悪い？ 1 割よりも持ってってやりたから悪さ、何？ごめんなさい。にはなっちゃうかな。なってくるか。とは思いますけども。いや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 、おかしいだろ。そうなってはくるか。何今のベル。で、なんで来たの？このベルに呼び寄せられてきた人たちなの。あ、じゃあ一回ちょっと今ごめん、理解できなかった。ねえ、これ知らない、これ、このベル。え、知らない、初めて見た。最高音でめっちゃわーって鳴らすと、あいつら来るの。え、じゃあ私がこう怒るよ、いくよ、うん、ねえ、いい加減にして、うん、勝手にそういう高い買い物をしてさ、また450万なんて買い物をしていいと思ってんの。ねえ、いいしじゃないんだよ。何？いいの？そんなこと言って。やるよ。いいです。私は間違ってないと思ってます。やるよ。何？鳴らしていいの？これ。何？鳴らしてみろよ。鳴らしてみろ。いいよ。どういうことこれ？どういうことなにこれ？お前は何ちょっと、まあ、整理すると、ね、整理すると一旦整理すると、うん、450万の時計を勝手に買ってきたの、うん、はい、すいません、すいません、なり誰お前らだお前らがなんだよ。あ、そうだよ。で、ベル鳴らしたら来たの。こいつら誰か、うん、この動画では知らないなりか。え、あーちゃんがうーくんに紹介したんだけど、確かにね、なんかいつの間にかすごい家来みたいな、子分みたいな感じになっててあれっていう。最近よく見かけるなり。最近よく見かけるんだよ。こいつは最近よくいる横浜勢だなり。うちもう俺に怒るのもうやめるなり。こっちに怒るなり。こっちに怒っていいの、うん、じゃあなんでそれ管理しないの、ここ。な
で勝手に買ってくるような状況にしたの？なんでですか？あれ？あれ？正しいでしょ。勝手に450万の時計買ってきて、何が書いてるんだ？なんだこの男の人。リンゴ食べて。これよ。おい。これよ。おい。勝手にこれなんだよね。450万だろ。こういうとこがいいんだよね。これをこっちだね。すいません、ね、怒らせちゃって申し訳ない。いやいや本当ですよ。天ゼロだよ。じゃあ売ってきますね。綺麗なうちに。ストップ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 。なんとか売った方がだってお金になるじゃん。ストップ。これ売りたい私。ストップ。ストップ。ストップ。ソープランド。いやストップって言ってる。ストップ。ストップって言ってる。ちゃんと聞けば。止めてちゃんと。びっくりするびっくりする。まあシンプルに今回はちょっとあーちゃんが正しいかなっていうところであります、うん、でも全部勝手にだなりこの世は俺が決めるなりてかもうそいやゲラウでもなんかでもゲラウ待ってうんでもこれね見てもう首だいや首だじゃ首これ見てかっこいいかもかっこいいかもしれない出ていくなりいいかもあれ一番似合うんじゃないうん一番似合うかもしれないこれこれかこれ一番似合うなんかさでもちょっとなんか言い過ぎたかもしれないですねコビ言い始めてるじゃん言い過ぎたかもしれない正常分かってるな男のロマンとか語れないから、まあ、そっち追い出されそうになった瞬間こいつら追い出されそうになった瞬間、まあ、でもロマンを買ってる信ないかロマンを買ってるんで信念なこいつ、うん、信なだからちょっと言い過ぎちゃうのは良くないかもしれないですね、うん値段とかじゃないからこれあんたら競馬とかだったらなくなります競馬だったらなくなる、うん、でもこれは残ってる、うん、残るものだしその価値もそんなに落ちづらいルーってことで落ちづらいというねマジで儲かる可能性だってあるからねなりいや本当に使わなければね使うなりよそりゃ使わないでそんな株式みたいな使い方はちょっとシャバいなりな時計で、うんなるほどね。シャバいな。ムカつく。シャバなんか。シャバいって言われるのめっちゃムカつくわ。で、ちょ、待って。なんか、いろいろなんか、解決したいことがあるわ。なんだだい時計もな時計と時計といや、こいつら、うるさい。時計とね。時計と。リンゴがいらない。リンゴいらない。片付けて。リンゴ片付けて、じゃあ。リンゴをじゃあ、そう食べちゃったことかな。うん。わかんないけど。そんぐらいか。そんぐらいか。何この動画ね。じゃあ、ちょっとお邪魔して。いや、でも俺、味方欲しくて。味方欲しくて雇ったの？味方欲しかったね。味方雇った？もしかして。味方雇った？なんかこういう時のために。トリマキーズ。トリマキーズ。トリマキ雇った。トリマキ。雇ってないけどね。ルー君の肩を持つトリマキ派遣した？そう。なんか正式なトリマキって俺見たことないから。いや確かに。いやなんかそうだよね。ママ。正しいよ。ママ正しい？ママ正しいってやったすいませんまあまあでもいいようーくんがいいと思って買ったんだったらもうあんちゃんはうーくんを信じるけど信じるしママトリマキーズのことも大事にしよう、うん、大事にしてあげるよトリマキーズですトリマキーズですあんちゃんの権力なくなるねえうんでもあのトリマキーズは俺が岡崎に行ってる間とかは俺の分身のような感じで、うん、あーなるほどね執事のように動いてもらうなりこき使っていいなりこき使っていいこき使って大丈夫なりやったでもその代わり、うん、あいつらにはちょっと別部屋使っていいよとか、うん、そういう感じでやっていくなりうんうんうんなるほどねあえて役職を与えとするならば、うん、面白執事何え面白執事あなたたち今日から面白執事らしいよえでもいいんじゃないなんかうーくんって後輩いたことないしさうーくんが後輩いるなんて俺先輩であるの嫌いなんだよね確かにいじられたいからどちらかというとなり、うん、じゃあおもろ執事はさ、はいまあ、適当になんか仲良くやってこうねみたいな感じでいいのねうなりんごなりそういうことねリンゴマじゃなくてリンゴ吸ってるなり普通にねでも面白いんだよね、うん、こいつの YouTube と YouTuber である前に、うんまあ、面白執事あうーくんの前には面白執事として君臨して、うん、で
なりね。まあ YouTube は YouTube でやってるよっていう感じでね。うん、なるほどなるほど。なんだろうな。仲間やじゃないけどなんだろう。ああまあ。御曹司じゃないけど。うん。そういう感じの立ち位置ね。せーの。あれ、じゃあこれからは時計買っていいってこと？ちなみに。ん？何？時計買っていいってことは何？え、ダメダメダメ。そんな何本も何本もポンポンも買わないで。買った？ファイナル。え、ワイじゃねえんだよ。やだもう。ラッパー、ラッパー、ラッパーみてえだよ。はい、もうわかりましたわかりました。すべて許容します。Put your hands up. Yeah. 了解しました。これからお前はすべてを許容するなり。わかりました。もう終わりです。終わりです。